今日はですね、まあ、いつもタケチャンネルを聞いていただいている皆様にお知らせがございます。私は KIS というところで、まあ、アドバイザーをやってるんですけれども、まあ、そのメンバーの一人の神戸さん、神様の人って書いて神戸さんっていう方がいて、彼がですね YouTube チャンネルを始めました。ぜひですね皆さんチャンネル登録お願いいたします。チャンネルの名前は神の目トレード、神様の神に眼科の目ですね。今市場で話題の動いてる銘柄、これの短期的なトレードの方法といいますかね、考え方あるいは方向性、こういったものについて彼が話をしてくれます。ぜひ神の目トレードもチャンネル登録して応援してほしいです。よろしくお願いします。はい、11月1日金曜日、今午後4時26分になったところです。はい、今日の東京市場は、まあ、アメリカの株式市場が非常に、まあ、急落した、まあ、ソックス指数も 4% 下がった、まあ、こういったことも受けまして、日経平均株価 2.63% 下落、1027円安ということになりました。トピックスも 1.9% の下落、2644ポイント51ポイント安、グロース市場250指数も10ポイント安の 1.64% 安ということで、まあ、基本的には今日はまあ全面安という展開となりました。しかしながらですね、まあ、よく見てみると今日の安値、日経平均 37,946 円なんですけれども、これっていうのは先週つけましたですね安値、37,713 円、これは先週の金曜日、木曜日は712円、まあ、要するにこのあたりですね、11日間連続で、まあ、陰線を引いていた時に、まあ、つけたこの 37,712 円、まあ、これはまだ割れていないということです。まあ、あのアノマリーとしてですね、まあ、解散された日に、まあ、株を買って、投票日前に売ると必ず儲かるというアノマリーがもう見事に今回崩れ去ってしまったわけですが、まあ、そのためにまあ、海外投資家を中心に、まあ、ヘッジ売り、まあ、あるいは売りポジションは膨らんでいたと。それが週明け28日以降ですね、意外に下がらないので買い戻し中心に月火水と大幅な上昇を、まあ、したわけなんですけれども、木金でそれを、まあ、ほとんど消してしまったわけですが、とはいえ先週の安値はまだ割れてないというところは、まあ、一つ大きなポイントだと思いますね。まあ、これを割れてしまうということになってくると、やっぱりもう少し下を見に行くということになるんだろうと思います。まあ、いよいよアメリカも、まあ、今日は雇用統計の発表があるわけですが、まあ、なんと言いましても週明け11月5日に、まあ、アメリカの大統領選挙があるわけですね。で、日本も3連休の後、まあ、11月の5日に、まあ5日からの週ですね、これがまあ政局という意味でもマーケットっていう意味でもものすごく来週は大きな状況が、まあ、大きな出来事が起きる可能性があると思います。まあ、と言いますのも、自民党がですね11月7日の日、11月7日っていうのは、まあ、来週の木曜日になるわけですが、両院議員総会を開くことになっています。まあ、両院議員総会で今回の衆議院選挙のですね、まあ、総括をやるということなんですけれど、これが無風で何事もなく現体制をまあ維持する格好になるのか、あるいはですね、それまでまだ時間たっぷりあります。今日は11月1日ですね、7日の日までにまだまだ時間がたっぷりあるということからすると、この3連休はもう休んでる場合じゃなくて、まあ、議員の方々は大変ないろんなことがまああるんじゃないですかね。そして石破おろしということになってくれば、場合によってはですね、もうこのまま行くと主犯指名に石破茂とは書けないという人が出てきている、まあ、可能性非常に高いので、それこそ総裁の交代ということもまああり得るかもしれません。で、そんな中で、まあ、先ほどまでですね、国民民主党の榛葉幹事長の記者会見が行われていたわけですけれど、まあ、これを聞いていてですね、やはりかなりこの
国民民主党のこの手取りを増やすというですね、103万円の壁を打ち破って178万円に持っていくということについてですね、かなりの確率でですね、まあ178までいけるかどうかともかくとしても、結構この政策がですね実現に近づく、まあ、そういった動きが出てきた感じがいたします。まあ、これがもし実現すれば、まあ、所得税減税として 7.6 兆円ということで非常に大きいので、だから自民党の税調も含めて、あと、まあ、財務省が絶対うんと言わないだろうと、まあ、昔からよく言われる話ですが、状況が全く違いますよね。自公で、まあ、215議席しか持っていない、そういう中で、これを全く無視すれば内閣不信任案が出たら、あっという間に、これは別に石破さんじゃなくたってですよ、仮に高市さんが選ばれたとしてもですよ、新総裁に 急にですね、まあ、両院議員総会でだとしても、こういった政策を野党と合意しなければ、あっという間に次の政権、今の政権だって次の政権だって、あっという間に消えてしまうかもしれない、そういった、まあ、状態に今あるわけですよね。まあ、そういう意味で財務省がいくら反対してもこういった政策をやっていく可能性があると。で、特に減税になるということは収入が減るので、つまり税収が減るので、どこでそれを、まあ、代わりを見つけるんだということをよく言うわけですが、これだけの、まあ、手取り収入が増えるってことになれば、当然ですね、これは実質賃金が大幅に増えてくることにもなるし、このことによって、まあ、消費も相当喚起されるということになって、これがもし決まるようなことになればですね、株式市場はものすごい反応するんじゃないかなというふうに思いますね。で、しかしながら、まあ、いずれにしても、まあ、公明党の新しい代表が11月9日に決まるということなので、まあ、国民民主党と公明党の新代表との間の話し合いは、まあ、9日以降ということになりそうなんですが、11日に特別国会が召集ってことになると本当にもう時間がないんですよね。ですから、おそらくもう自民党のその7日に開かれる両院議員総会までで大きな動きがあるでしょうし、まあ、公明党の新代表が正式に決まるのが9日であっても、水面下ではですね、この国民民主党のこの政策にどのくらいの、まあ、確率でこれに乗っかっていけるのかとかいうような、まあ、水面下の交渉といいますかね、そういったものがぐっと進んでくるということになるんじゃないでしょうか。まあ、アメリカの大統領選挙、まあ、トランプさんで決まりだと思いますが、まあ、もちろん世の中に絶対ということはありませんのでね、また選挙の中身といいますか、有権者登録で不正が行われていたことが発覚したりもしていますから、やはり日本と違って、有権者のですね、まあ、登録とかそういったものが極めて雑な国なんで、まあ、まだまだ何が起こるかわからないという面ももちろんあります。まあ、しかしながら、まあ、日本株がですね、まあ、大きくこれ世界から出遅れています。アメリカの市場も、まあ、昨日は大きく下がりましたけれども、まあ、今晩の雇用統計を受けた後のアメリカ株どう動くのか、まあ、もちろんアノマリーでよく言われる大統領選挙までは上がらずに、選挙終わったら上がるっていうアノマリーがこう、あのアメリカも今回崩れて、選挙前に株価がかなり上昇したわけですね。したがって、まあ、昨日の下げっていうのは、まあ、ごくごくある意味では当たり前かもしれませんし、まあ、今晩雇用統計を受けた後でもどうなるのか、まあ、ちょっと気になるのは、テック株の業績がものすごく良くても株価はあんまりプラスになっていないあたりが、じゃあどう、何が出てくれば株が上がるんだいという話になりますんでね、まあ、そういう意味で、まあ、アメリカ株にももちろん大きなリスクはあり得るわけですけれど、いずれにしても大きく出遅れている日本株がですね、上昇に弾みがつく可能性があるとするならば、この国民の手取りを増やすというこの減税政策ですね、これがもし決まるようなことになると、日本の個人消費がかなり変わってくるということになると思いますね。
そうすると日本の消費がうんと増えてくるってことになれば、海外投資家の買いも、まあ、大幅に増えてくると、こういうことになると思います。とにかく来週は本当にこの、まあ、大統領選挙はもちろんなんですが、この国民民主党の手取りを増やす政策について、日本のこの政治家の皆さん方がね、どれくらいこれに真剣に取り組んでいくのかということについてですね、まあ極めて高い関心を持って見ていきたい。そしてそれが決まるようであればですね、まあその前に一旦下がるような局面が仮にあったとしても、日本株は相当上がっていくと、そういったことも十分考えられる、こんなふうに思っています。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には僕の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者が役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。